内でプテラノドンテイムしたぞ。これで、あんなことや、こんなことができるグフフフ。で、マキさん、勝手に何してはるんですか？最近、アイランドに来ないから勝手にテイムさせてもらった。まったく、来てないわけじゃないで、たまに寄っているで。まあ、助かったわ。引っ越し用に一体欲しかったしな。とりあえず、今回はまず、水晶を取りに行く。後でもええんちゃん。そうもいかない。望遠鏡が欲しいからね。望遠鏡か。そろそろ検索しないと、まずいもんな。あったら便利だもんな。遠くから、野生の生物のレベル調べれるし。そういうこと。さっさと行くよ、あの山の上に。中心に結構レベル上げたから、ガチで長距離じゃない限り墜落はしないはず。さて、目的地に着いたので探検家の記録でも当たってレベルを上げよう。一定時間経験値アップ付きのバフがつくやつやな。とりあえず重量とスタミナに振るよ。サバイバーはまず移動速度を 140% まで上げるよ。そこまで上がったら大半の生物を追えなくなるしな。いい考えだ。右側で何やら騒がしいね。ここユタラプトルも出るし、とっとと水晶ゲットして逃げよう。それが無難やな。序盤ならここか、少し奥の狩人の洞窟は水晶集めには最適だよ。まあ洞窟まで行くのは面倒くさいので行かないけどね。あそこの近くも結構多めにユタラプトル徘徊してるしな。ポケラノドンの重量もともと少ないので少し出しながら帰るよ。ラジャーやね。初心者さんにも言っておくが、水晶を取る際はなるべく金属のピッケルの方がいいよ。石のピッケルだと少し出なくなるからね。石のピッケルじゃ石とか風地石でまくるからな。修理コストも安いし、金属の斧より序盤使いやすいね。金属の斧は修理しまくると序盤はインゴットがカツカツになるときあるからな。ほい、それじゃ拠点に戻ろう。ちなみに毎度のことですが、画質は最低設定でやっているで。このゲーム PS4 版でもエラー頻繁に起こるし、今やってる PC 版も結構重いので画質はかなり下げてます。シングルモードだと定期的に起こる自動セーブ待つか、コマンドで自動セーブしなくてはいけないからね。エラーが起きてセーブ前のことになっていることもしばしばあるからね。セーブは大切だよ。エンジン中にエラー終了したときはイライラするよ。作ったものほぼパーになるからね。テンションダウンするから先進めよう。木材と川も出さないといけないのか。一応予備含めて3から4個作ろう。万が一紛失した時の対策やな。これがあるといかに便利って思うわ。確かにな。接近してわざわざレベル見る必要ないしな。というか、肉食やテリジノサウルスみたいにアクティブな生物はこれがないとダメです。これ作り終わったら本拠点予定地に行ってみよう。本拠点の予定地、あそこか。分かったで。素材があれば水瓶も作りたいね。そろそろ。そうやな、川袋なんて水抜けるからな。
なみに目的地は PS4 版と同じ赤オベリスク近くや。あそこ何かと便利だしね。今マキさんの背中側に何かいたぞ。え、マジ？ティノサウルス湧いとるじゃん。しかもレベル72ってそこそこ強いじゃん。まああれは無視しましょう。近づかないのが一番です。レベル低くてもサバイバーとプテラじゃ瞬殺やからな。あ、左にタピアラがいるじゃん。臆病やけどプテラよりそこそこ性能いいからな。あれ重量じゃ完全にプテラの上位互換だよ。まあ普通に接近したらすぐ逃げられるけどね。ゲームするときはそれなりの準備が必要です。やっぱここいいね。場所によっては平らで建築しやすいからな。まあ巨大種全て湧き潰ししないといけないか。左奥にタラプトルおるぞ。危ないから早めに避難しよう。ちなみに建築場所はここにする。さてオベリスク周りの小さい石から金属鉱石でも採取していくか。小さい石は結構金属鉱石出るから序盤おすすめやな。後から行く予定の砕けた石からも結構金属鉱石取れるので序盤おすすめだよ。まずい、まだ乾いてきたぞ。しかも水がない。はよ水どこかで飲まんとな。白ビーコン出てるし、あそこから直接飲もう。しよう。最悪いらなくなったら解体して資材にでもしよう。それじゃこの辺りに作ろう。あそこのくぼんでいる辺りがいいね。上からユタラプトルが落下してこなければいいけど。あかね、やめ、リアルに怖いわ。とりあえず石が邪魔なので取り除くよ。こんなのでいいか。それじゃトークハウスの設置に行こう。ガチでトークハウスでも作る気なんやな。だって作ればって言ったのはそっちでしょ。まあどうでもええわ。とりあえず少しずつここに本拠点用の資材を集めていくってことで。せやな、うちもそれでええと思うわ。とりあえず収納ボックスを置かないとただの豆腐ハウスになってしまうから置くね。それじゃそろそろセメントも回収しなくてはな。回収ってそれってビーバーの巣からでしょ。めんどい、すり鉢で作ろう。そのうちここで製錬炉作って現地で金属焼くので、それまで仮拠点で我慢。それじゃ仮拠点に戻ろう。せっかくだしオベリスクの中の石でも買って金属鉱石いただく。そうだ、喉乾いて掘ってなかったんだった。
バイバーには強力だからな。逆に行動パターンが分かりやすいから慣れたら倒しやすいけどね。近づいて攻撃するしかないからな。そこそこでかい石はダメだね。全然金属鉱石でないや。丸石か小さい石か砕けた石やで、でかいやつはほぼ出ないで。でかいやつからじゃんじゃん出るロマンはないのか。それはないでしょ。的にはきついけどな。34個か、40個まで掘ったら戻ろう。40分ねえや。落ちすぎると徒歩で帰る羽目になるからほどほどにしよう。ちょうど40個じゃん。ただ帰るのは嫌だから序盤でも原油が取れるポイントで原油もゲットしていくよ。あそこのポイントやな。わかったで。目印に進んで。木が何本か生えた小さい山がそこの場所ですね。目印がこの大きい石です。この隣の海の中です。掘り時は必ずピッケルでな。斧で掘ったら石ぐらいしか出ないからね。比較的安全に原油を採取するならどこがおすすめかな。他のマップに衛星する手もありですがね。今はマップ移動はまだ早いでしょ。しっかり地盤固めてある程度準備できたら行こうかと思う。一応うちら姉妹のコーナーなんですが、もういっそ私含めて紫のも白いのも入れよう。結局いつものメンバーじゃないですか。まあええですわ。それで行きましょう。上に緑ビーコンが来てるね。行こう。緑だからあんまり期待はできないけどな。白の次にいいものだしな。ビーコンは白、緑、青、紫、黄色、赤の順番でいいものがあるからね。緑とか青でも結構いいものは出る。何回か大量にフィオミアのサドルが出て本当にいらんかったな。あれとりあえずここで待機しながら金属でも取るか。砕けた石あるし。ビーコンに引っかかって本当に助かったわ。
それじゃ、少し木でも取って帰るか。採取した木材で何か作れそうか。何も作れませんでした。結局重量引っかかるから捨てます。アホ。もういいもん、もう帰るもん。そっか、それじゃ帰るか。うげ、まだスピノサウルスおるじゃん。通り抜けよう。そろそろ真面目にガリ拠点の意思健在化もしないといけないしな。そこは動画外でやっておこう。暇そうな白い人に任せておこう。そうだね、任せるか。それじゃ、集めた金属鉱石を移動するようにしよう。あえて餌箱の材料にするのもありやけどな。今回はその方法は使いません。焼いた肉も貯蔵庫に入れておこう。それと、そろそろガソリンも作ろう。先を考えたてか、ええ考えや。腐った肉も量産して、麻酔の材料に。でもナルコベリー今切らしているで。とりあえず、トリケラトプスで採取してくるつもり。それじゃ肉を入れて。こっちで作れる資材はどんどん作っていかないとな。結構資材集まってきたが、まだまだ足りないな。ということで以上で今回のアーク実況を終わります。なんだかんだで勝手に進行されたが面白かったわ。また二人でやろうな。ありがとう。